M1 チップ入ってますよね、これね、はいはい、めちゃくちゃいいですよ、これいくらだと思いますか、これ。え、フルスペックで、スペックで。ロリコンちゃん、松本です。ちょっとサニカードです。はい、今日見ての通り、これですね。でけえわ。本編の前に、ええ、これちょっと、これ来ましたよっていうだけです。うん、ありがとうございました。いや、早いな。見ようぜ、見ようぜ、見ようぜ、開けようぜ。これ開けていい、開けていい、これ開けていい、はい、開けようぜ。わあ、気持ちいいやつや。アポ。松尾どっち？立ったまま開けていいのこれ？そうですよ。嘘。本当本当。なんでかっていうと、立った状態で乗ってるからです。あいやー。なるほど。あ、これ固定されてんだ。はい。あ、あいや。ちょっと待って。これこう開く？どうしたらいい？引っ張り出す。寝せます？寝せます？引っ張り出す？いや大丈夫よ。はい、はい、大丈夫じゃないよこれ。逆さまじゃねえか。こうか。あ、ちょっと待って、ほら、もう見えと思う。どう取り出してんだこれ。どういう仕組みなの。あ、こう書いてあった。こうね。え、あ、ちょっと待って。見える？見えます。トランスフォーム。そういうの好きやね。そういうのあったら好きやもんね。大好き。大好き。すいません、失礼します。大好き。松尾多動地域。かっこいい。薄型、だいぶ薄型ですね。めっちゃ薄いね。でもこう持つとやっぱ軽い。軽い。iMac Pro と全然違うね。松尾多動中継。こう本体。わあ。ペリペリ。あ、めっちゃくちゃ軽い。ね、軽いですね。ちょこれのんちゃんこれ持ってみて。うん、あら。本当っすね。軽いよね。うん。うん、持ってみます？はい。全然違う。これね、めちゃくちゃ軽い。びっくりするぐらい軽い。あ、本当だ。腰に使うから。例えると、うん、MacBook 2個分ぐらいしかない。多分。ああ、うん、重さ的に、まあ体感ね、体感。うん、めっちゃ軽いね、軽い、これは。松尾多動中で、色がね、はい、いっぱい選べるじゃないですか。メンバーから全部あるですもんね。そうなんですよ、珍しいよね。うん、開けるよ。はい。よいしょ。つえい。なんか懐かしいな、こう、あのデスクトップを買うの2年ぶりじゃないかな。そうか。そう。MacBook は毎年買い寄るけど。久しぶり来たね。いいね。赤のこの気持ちいいねこれ。うん、プリプリってなる。よいしょ。あ、いいね。よいしょ。あ、こんな感じなんや。可愛いです。どう？可愛い。この下のゾーン、うん、なんか。そう、ピンクと赤なんですよ。へえ。裏面がこれ赤なんですよね。めっちゃ可愛いやんな。可愛い。なんでちょっと高田組みたいな。え、めっちゃ可愛いやん。ねえ。で、これがね。あ、すげえすげえ。バックインバックになりそう。これどうですか。あ、これ引き出しの中整理できるのこれね。あ、そうか、天気なしってこんなスリムなんだ。そうか、天気なしか。そう、天気あった方がいいな。本当ですね。うん、これ可愛いね。これ可愛いね。色もこれに合わせてんだね。うん。すげえ。ここ、指紋認証。あ、本当だ。そんなんついてる。そんなんなったんや。そうなんですよ。今回からここは指紋認証とシリになってるんですよ。へえ、変わったね。角もこれに合わせて丸くなってんですね、今のね。あ、本当ですか。うん、こんなに丸くないもんね。うん、でこの左右もね、右左も大きくないもんね、今の現行の新しいやつは。でライトニングね、ライトニングライトニングって言って、ね、これが電源ね。ケーブルがすげえ、あの網上げみたいなケーブルになってる。違う、これが電源や。うん、これ何、それあれですよ、あの、あ、テレビアンテナとつなぐ同軸ケーブル。いや、なんでテレビ見えるよこれ。ああ、わかったわかったわかった。これが電源、これが電源だ。電源、これでこうつなぐんだね。間のアダプターだこれ。あ、ほんとだ。これ本体にこっちつないで、こっちがコンセントがある。ランがいけるやん。ランがいける。ランも一緒にいけるんだこれで。あ、隠れ、うん、隠れ、うーん、松尾多動地域。電源ケーブルが、そうそう、なんかこう一本ケーブルになってたもんね。ここ差し込みがね、これ。はあ、はあ、なるほど。ここに今のケーブルを挿すと、今のあったでしょ、LANケーブルもそこに挿せばこっちにつながる。はははは。これさ、見たら欲しくなるわ。ダメよこんな。これさ、いや、これね、店頭行ったらみんな買ってしまうよこれ。これは見たら欲しくなると思う。これめっちゃいいもん。めちゃめちゃいいですね。やるのですね。うん、下で入れれるんですよ、本体に直じゃなくて。なるほどね、それがいいよね。そう下で、ここには1本しか来ない。ここが1本でしょ、ここが1本。やっぱね、アップルそういうとこないよ、オズニアック、さすが。すごいやばいね。それとこれですね、これがマウス、マジックマウス。そう、マジックマウスがついてるんですよ最初から。うん、まあデスクトップなんで、トラックパッドに変えようとは思うんですけど。はいはい、色ね、ほら、ちゃんと裏の色もそんな感じ。あ、いいね。マジックマウス1の時と同じ色。ああ、そうだ。
ね、チョコレートし、うん、そっか、もうこれがね、僕ねマジックマウス1回一番最初に Mac の時に、うん、マジックマウスとキーボード買ったんですけど、うん、マジックマウスもう慣れんで結局マジックトラックパッドに変えましたすぐ、うん、どっちもね僕は使えるんですよ。すごいね。ただ Windows のマウスよりだいぶ使い勝手いい。あ、こっちだいぶいい、うん、ここがタッチパネルになってるから、うん、これで全部操作できるんですよね、うん、ここで Windows でこんなもん出たらうわすげえ神商品とか言いますよすぐ、うん、でもちょっと今悪意があったでしょ、うん、でも Mac はこのもこんなもんやからね、もともとこうやから、うん、そうなんです。これやっぱ欲しいですよ、これ黄色あるんですよ。これ新宿のお家にどうですか。買いたいね。これね、いやこれが M1 チップ入ってますよね、これね、はいはいはい、M1 チップ搭載されてるんですよ、うん、でこれだからめちゃくちゃいいですよ、これいくらだと思いますか、これ。あ、これちなみにフルスペックです。あ、フルスペック、フルスペックで買いました。どんぐらいだろう、でも iMac やけんね、80万30万しないです、これ。え、フルスペックで、フルスペック28万なんぼとかだよ。めちゃくちゃ安いです。 MacBook Pro より安いの。安いです。え、何やってんの。何やってんの。何やってんの。え、何なのこれ、何なの、じゃあ何なの、中身的には何なの、どう、何なのこれ。いやいやいや、 Mac、 iMac 中身何なのってどういうこと。何なのこれ。いやいや、意味が分かんない。Mac、 iMac。 え、安くない。え、なんでそんな安いの、ステップで買うんだよ。めちゃくちゃ安いですよ。え、じゃあこれから買うんやったら、ごめんね、なんかもう案件みたいなこと言ってますけど、すごくないこれさ、うん、MacBook Pro 買うんやったら、うん、持ち歩かんのやったらこれでいいやん。いや、ごめんね、スペックがどこまでのもんか知らんけど、ね、でもね、なんかの記事に変えてましたよ、今は持ち運べるデスクトップだっつって、こうやって。あ、なるほどね。これ記事が戻ったでしょ。でもこんな軽かったら軽いっつって、こんな軽かったらパーシーも喜ぶでしょうよ、持ち運びにね。あったね、あいつ持ってきたね。あいつあの家から持ってきよったわ、デスクトップ。でめちゃ軽いですよ、マジで。チョコリ、これ持ってみ。めちゃめちゃ軽いよ、これ。軽い。落としない、落としない。また、それは無理ですって。それは無理ですって。画面から、画面から落とした。僕のリュックより軽い。画面から落とそう、リュックより軽いっちゃ軽い。そう、確かに。軽いもん。これは場所も取らんしね、うん、特に二階堂さんみたいにケーブルごちゃごちゃが嫌いな人が、あ、そうですね、これ1本で済むのがめちゃめちゃいいですね、うん、確かに。で下の方で這わせられるでしょ。いいね、まあ愛の嫌いやもんね。そう、もうもうあれ許せんもん、あのケーブル。よう、そんなに、いや、よう気持ち悪くないねって思うよ、その環境で。かわいい、これめちゃめちゃいいです。素晴らしい、これいいね、ほんとね、うんうん、だから僕も迷ったんですよ、自宅に置くか新宿に置くか、うん、迷ったんですけど、一応まあとりあえず自宅に置いとこうかなっていう。なるほど。必要になったらもう一個買えばいいんです、うん、まあ赤だしね、チャットワーク専用マシンでしょ。そうそうそう、うん、そう、 M1 チップついとるから、あの分かりやすい、チャットも読み込み早いかなと。なるほど、画像もすぐ送れるから。そう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 、ムービーも送れる、ムービーも送れるわ、うん、いやこれめっちゃスタイリッシュですよ、やっぱりアップルはすごいかっこいいもん、うん、ということで普段あんま赤買わないんですけど ね、 そうですね、仕事用だから赤にしました。いくらって言いましたっけ。29万、29万か28万か29万ぐらい。なるほど。30はいってないと思うんですよ。そうか、確か、うん、すごいよね、まあ、29万買い切りでチャットワークが快適になるマシンのご紹介でした。松尾田道中、今ちょっと調べたら、うん、29万なんぼなんですよ、うん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 、税込みで、はい、だから30万しないんですよ、これをマジックトラックパッドに変えたとしてそんぐらいです、うん、ああなるほど、30切ると。そうそう、普通のマジックマウスだったら、まあ、まあ29万、うん、28万なんぼです。ああなるほどね、なるほど。でストレージも2テラ、はいはい、つけてもそんなもん。いいじゃないですか、2テラでね。そこを引くと4万ぐらいですね。ああなるほど。まあ外付けでもよければね、はいはいはい、それで全然いける、そうですね、まあ、なおかつアップル分割、アップル分割24分割が、手数料なし、金利なしで月々1万2000円です。おー、フルスペックで買ってもそんぐらい。フルスペックで月々1万2000円はいいっすよ、うん、もうあそこはだってズブズブですか。あ、そうそうそう、で、で買います。すごい、めちゃめちゃいいっすね、やっぱネット考えるとね。すごいっすね、うん、1万2000円、どうですか。いいと思いますよね、これね、初めての Mac にもマジでいいと思う、うん、緑もあるし、うん、緑もそうありましたね、黄色もあるし、オレンジもブルーもあります、うん、やべえなーマジで。黄色のマックって今までなかったですよ。なかったね、うん、確かに。ちょ、黄色あったかな、ちょっと見てみる。やべえな、あるでしょ、黄色。多分あると思います。どうする、黄色あったよね、確かにね、うん、どうしようかな、どうしようかなってなる。ビデオズ専用機です。買う買う、誰にも見つからんし、今なら。あ、そう ね、 ね、あ、こんな感じ見たとて。あ、今だ画像出てるでしょね、うん、本郷さんが入れてるでしょ、ポンってね、入れてるでしょ、うん、ちょっと待って、イエロー、いいよ。おー、あー、おしゃれ、あ、綺麗やね、綺麗なイエローやね、落ち着いた感じので、前面がやっぱちょっとパステルから。ああ、なるほどね、うわ、裏面がしっかりした黄色、やべえね、
これやばいよ新しい iMac 買ったんだけどちょっとうち見に来るみたいなそんな感じでしょ。やばいねこれ。そうそうそう、ステレオ買ったからちょっと来てみるから、来てみるみたいな。やばいっすね、めっちゃいいじゃないですか。いいよね、欲しい。いやいや、いいと。いや僕もだからまあ仕事的にはどういるかどうかなって思いながらも、いやスペック的にはだって別にさ、うん、いらないもん、うん、でもあったらあって、ね、普通に欲しいよ。そう、 M1 チップ搭載だから、メモリも 16GB でもそうだ、十分耐えられるんですよね、うん、いいね、確かにね、めっちゃいい。新宿に欲しいな、1個ね、うん、そんなに作業量がいらんやつやから、うん、新宿に買ってもいいよね。新宿に欲しいっすね、うん、まあ、2個買ったとてですよ。まあ、2個買っても、まあ、そんなに高くない、ね、今までの考えたら、ね、今までそう、ね、今までの iMac とかを比べると全然安い。そうですね、全く、うん、ね、確かに2個買ったとて安い。いや、いいね、素晴らしいですね、うん、でも結構いいでしょ、うん、あのこれ新しい、これケーブルがこんな見ダメっちゃ。ガジェット好きはね、こういうの見たらもうおしまいなんだから。こんなセット見たら、いやおしまいも、なんか金がなかったら買えんねん。いや、あんたみたいにあの山ほど稼いでたら買えるやん。いや、あんたに言われたくないわいいよね、うん、ただね、残念なのがね、うん、これどっちも使わないの俺。これマジックマウスも使わない、マジックキーボードのこの点キーなしは使わないから、あ、まあ、ここをね選べるようになっとったらよかったな。選べないんでしょやっぱそれは。あ、選べますよ。選べる、確か。そうなんだ、これなしかオプションか、うん、逆にそのカラーになるからね、そのカラーで点キー付きにできればいいけど。あ、ただあんたね、分かってないわ。え、 MacOS がアップデートしたことによって、ああ UR モニターで普通に接続できます。 iPad、 ああそうか、 iPad が隣にあるとカーソルそのまま移動するので、 UR モニターに。そっか、自動でね。そうだから、1個のキーボードで使えるんですよ、今あるトラックパッドで。だから結構便利ですね。だから2つあるんだったらそうするでしょ、モニターが2つ。いや、そりゃそうだ、そりゃそうだ、うん、だからまあ新宿に置くんだったらトラックパッドもう1個買えた。うん、松尾どうちまあこんな感じでレビューでございました。はい、ありがとうございます。うん、これはいいよ、安価で、うん、結構ねスペックもいいので、初めての Mac にいいかもしれない。うん、うん、そう、 MacBook 買うよりはいいかもしれない。うん、今 MacBook Pro ね、 MacBook Pro をフルスペックで買えるこっちの方がいいかもしれない、うん、最近ね MacBook をいいのを買ったシカちゃんがね、見てる前で言うのもなんだけど、うん、こっちの方がいい、よかったかな。どうせあいつ持ち出して使ってないでしょ。あ、使ってない、使ってない。あ、本当、うん、使ってない使ってないよ、どうせ。使ってない、 YouTube しか見てないから。僕と一緒に結局見にくくて iPad を使ってますとか言いそうやもんね。じゃあチャンネル登録お願いします。たらアビバノのババンババンバンバン、アビバビバビバババンババンバンバン、アビバノのババンババンバン、アビバノのいいとこだ、いいとこだ、さよなら。一生懸命頑張ります。